はい、こんにちは。まーちゃんねるまーちゃんです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。トイレットペーパーブラスターです。はい、こちらですね、この前クリスマスおもちゃ見本市、うん、パパ一人で行った時に、うん、これ取材させてもらったんですけれども、うん、なんとですね、トイレットペーパーが玉になるブラスターなんだね。面白いね。超画期的な商品なんだけど、パパがね、打ったやつだよね。そうそうそう、結構威力もすごいんだけどね、うん、今日はですね、これを使って実際に射撃対決やっていきたいなと思いますね、うん、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。という前に黄金の6個目か、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。この動画がいいなと思ったら高評価もお願いします。じゃあ早速開けていきましょう、うん、はい、中にはこれだけパーツが入ってましたね、うん、じゃあ早速作っていきましょうか。はい、はい、ということでこちらがトイレットペーパーブラスターですね、うん、すごいよね、普通にこのライフルみたいな、うん、でここにトイレットペーパーがセットされます、うん、これだから簡単に取り外しできるね。そうだね。でこの青いものが水のタンクだね、うん、ここには水が 80ml 入るんだね。そういうことですね、うん、はい、じゃあいろいろセットしてみましょう、うん、タンクに水セットしました、うん、で次にねトイレットペーパーセットしていきたいんだけど、ここちょっと肝なんでね、ちゃんとやりましょうか、うん、まずそこにセットするでしょ、うん、で上にそれを入れて、倒った、 OK、 またまた、またまた、そしたらここね、うん、これね最初先っぽをね小寄りにしなきゃいけないの、こうやって、うん、平気者みたいな、ああいう感じでこうやって小寄りにしますね、うん、でこれをここに詰め込みます、この穴にね、うん、そしたら詰め込んだらロードレバーっていうのを引きます、はい、そうするとね入っていくと思うんだけど、じゃあ行きます。はい、やってみましょう。あ、入った。でこれで一回引いて戻す、うん、これで打ってみようか、うん、ちょっと打たせて、うん、ネジに打ってみて、うん、せーの、おいった、行きましたね。あ、すごい。あ、今のトイレットペーパーここに当たりましたね、うん、でこれ素晴らしいのが本当にこれでね取れちゃうんだ、これは。え、本当だ。ちょっとしかトイレットペーパー使ってないの、うん、これ結構重要なんだけど、トイレットペーパーの充填、まあ、リロードなんだけどね、うん、シングルのトイレットペーパーだと初回は3回必要なんだって、うん、で2回目以降は2回で引くのがね、でも今使ってるのはダブルなの、でダブルはやっぱ初回は3回なんだけど、2回目以降は1回でいいんだって。じゃあもう1回やらせてもらいます。はい、よいしょ。で慣れてきた、慣れてきた、慣れた、せーの、詰まった、詰まってたんだけど、うん、これ先っぽにこれほら多分2発分ぐらい溜まってたんだね。あ、ついてた棒でこのね詰まった部分取っちゃいましょう。1回リロード、これをやっていくぞ。おお、いった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 。それでもう一台トイレットペーパーブラスターありますんで、これでエイジン君と射撃対決しましょう。はい、それではトイレットペーパーブラスター2台用意しました。でこっからですね、このナーフのね的当てあると思うんだけど、うん、左側のプレイヤー1パパの的ね、うん、でプレイヤー2の的がエイジン君の的です。で、それぞれですね10ポイントはあんだね、うん、うん、5発ずつ打ち込むことにしましょうか、うん、5発ずつ打ち込んで、でポイントが高い方が勝ちなんだけど、うん、これねパパがもしエイシン君の末に言ったらそれエイシン君のポイントになりますんで、そうだね、うん、そういう感じでちょっとだからコントロールが悪いとどんどん相手にポイントが入っちゃうっていう感じにしましょうか、うん、はい、じゃあ装填しましょう、うん、よし、4ポイントかな、4ポイント、詰まった、エイシン君詰まっちゃった、うん、ちょっと待って、詰まったらパパも助けよう、それが詰まったわけ、はい、ちょっとクイッと回さないとダメよ、うん、おお、3ポイント、あー、ダメだ、おお、パパの3ポイント、うん、当たんない、あら、バラバラになっちゃった、あー、外した、外した、あー、パパ5ポイント、おっと、お、3ということで、どうやらこの結果はパパの勝ちだね、パパの勝ちっぽいね、うん、バラバラに飛んだのもあって何とも言えないけどね、ぐちゃぐちゃになっちゃった、ぐちゃぐちゃになっちゃった。実はね、これ今ね、うわ、めっちゃ水が垂れたんだけど、うん、これ今ね対決する前にねすごい四苦八苦してて失敗しまくっちゃった、ね、失敗しまくったのは何でかっていうと、多分ねここ
この最初のなんだこの筒をはめただけだったんだけど、これくるっと回すとね、うん、結構力強い球が打てるかなって感じだよね、うん、でここでずっと詰まりまくってたんだよさっきね、うん、おかしいなと思ってね、うん、あともう一つあるのがトイレットペーパー、縁、うん、にあるトイレットペーパーは若干柔らかめで吸収しやすい、そう水を吸収しやすいタイプで、うん、こう込めた瞬間にもうぐちゃぐちゃになっちゃうのかな、よくわかんないけど、そこで多分ちゃんとできなかった、うん、かなと思いますね、うん、なんで さっきもう何分ぐらいって言ったら30分ぐらいずっと四角したのね、うん、言われてちゃんと打てるようになったけど、しっかり打てるようになって楽しくなったけどね、そうだね、うん、あちゃんと打てるね、よかったよかった、はい、ということで今回はトイレットペーパーブラスターでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画いつもの動画でやってますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中でありからよろしくね。ということで、あともう一つ言っておかなければいけないのが、うん、これね、箱にも書いてあるんだけど、お外でやった方がいい。そうだね、もうびちょびちょになるもうズボンもびちょびちょして床もびちょびちょになっちゃった、椅子もびちょびちょ、これはお外でやった方がいいですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。